こんにちは、R です。スプラトゥーン噂調査団の団長 R でございます。今回はですね、元気にもらってるネタを調べていきましょう。今回は何だろうな、調査依頼かな。今回いただいているネタはこちらです。じゃじゃん、ゆっくりなずきさん、ありがとうございます。 R さん、小ネタです。ロビーの前に長い影があるんですけれども、何の影かわからないんです。イカ状態で乗ると太くなるんです。調査してみてください。え、多分タコでも大丈夫やけど、乗ると太くなる影、なんだ。ロビーの前か、広場で見れそうですね。ちょっと行ってみましょうか。オッケー、じゃあ広場にレッツゴー。はい、やってきました。長い影が、ロビーの前に長い影が、これか、これだな、多分な。上から見ると、多分これですね。この影のことだ。で、イカで乗ると太くなるというよりは、りゃりゃりゃ、太くなった。時間というか、なんというか、何かによって太くなったり、細くなったりをしてるみたいですね。ちなみにこれは、こう、光を追っていくと、あの鶴の首なんじゃないかなって思うんですよね。ちょうど太陽があそこにあって、ね。でもまあ、今ここまでじゃないですか。で、なんか雲かなんかの影が入るとちょっと太くなる。雲はない。いやでも、細かい作り込みだよな、ヒレを。な。細かいよな。すごいな。ちゃんと、まあ、影があるところまでは結構、どのゲームでもあると思うんですけど、そのね、雲がちょっと流れてきたときに、ほら、ここ雲の影があるじゃないですか。これね。が、来たときに、ちゃんと、すでにある影がちょっと太くなるというか、ね。まあ、この雲の影、ほら。雲の影を追っていくと、もともとある影が大きくなるんですよ。これは、そういう演出だと思いますね。ほら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 。大きくなって、雲が通り過ぎていくと、だんだんまた元の形に戻っていく。俺も気づかんかったけど、すげえな。こんな小ネタが、まだあったのか。さすが任天堂さんだね。こんなところまで。こだわって作っているとはね。ヒレオさんに意見を聞いてみましょうか。あっちから見てからな。ヒレオさん、あなたの意見をお伺いしてもいいですか。ヒレオさんはとっても無口な人のようですね。ありがとうございました。戻りましょう。はい、戻ってまいりました。いやー、すごいですね。ちゃんと影があるっていうところまでは、まあ、知ってたりしたんですけれども、それがちゃんと雲の動きによって、大きさ変えたりとか、してるだなんて、もう、本当に作りが細かすぎますよ。どんだけ、小ネタが、まだあることやら。まあ、僕はそのおかげで動画を出してるんですけどね。ありがとうございます。任天堂様様やで、そして、小ネタをくださる皆様のおかげでございます。ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団は今回のような小ネタ、も募集をしております。あとね、チャンネル登録、コメント、高評価などもお待ちしておりますので、ぜひね、まだチャンネル登録してない方、なんだ、初めて見たという方、見たことないよという方、友達から教えてもらったよという方、チャンネル登録をね、していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。スフィアでできた。